おっと、ヒーローじゃないか。最近じゃ誰を信じていいかもわからなくなっているが、君は特別だ。情報はすべてアウトキャストに伝わったはずだ。ありがとう。気にするな。これでサベッジがインフィニティと市民を脅かすことはなくなるだろう。正義の勝利だな。心強い味方がやってきた。これで安心して眠れる。サベッジとはどういう関係なんだ？ミュージシャンになる前、俺は軍を追うジャーナリストだった。レイシーと出会ったのはその頃だ。彼女はセンティネルで働いていた。俺と彼女はサベッジが村を焼き払うのを見たんだ。奴は一家全員をなぶり殺しにしていた。今でもその光景を夢に見る。とにかく奴と部下どもは金を使って裁きを逃れてきた。政府の役人が見て見ぬふりをしたんだ。ある日俺とレイシーは、まあいい、その話は今度にしよう。よく理解できた。状況の変化は見守っておく。だが手がいるときは呼んでくれ。もちろんさ。警戒しろ、近くに敵がいる。いつまでここにいる？何もないぞ。分かった。いい情報がありそうだ。
俺の位置に来い。情報の宝庫だ。なんで海底ケーブルと制御装置が山にあるんだ。別に賢いやつを気取るつもりはないが、そういうものは普通海岸近くにあるもんだろう。スケルはネットワークの安全性に病的なほどだった。病的なほど？例えば。ここは島だから地震とかな。まあ島で起こりうるあらゆることさ。とにかくだ、安全対策としてスケルはこの基地を山の中腹に作ったのさ。敵の位置を特定する。大量の敵を検出。警戒して。あそこへ行くんだ。敵の位置を確認する。敵が多いよね。コンタクト。敵と遭遇した。他に喋ることはないのか。もう全部話したって。頼むから。
でもいいから情監視してたなら俺の狙いも分かるな。質問を繰り返すつもりはないぞ。分かった分かった。ドローン制御プログラムは生体認証でロックされてる。どこにある？基地の反対側だ。私を向こうまで引きずっていけると思うなよ。行くぞ。始末だ。始末だ。よし行こう。そこで身を隠せ。待て、取引しよう。今秘密を知ってる。たくさん知ってる。ジェイススキルのことだって知っているんだぞ。
制御プログラムにアクセスさせろ。ウォーカーを脅せるネタもあるぞ。プログラムのロックを解除しろ。ああ、わかった。だが、野心は持った方がいいぞ。シルバーバック貴様、何のつもりだ。こそこそ覗き回るお前にはうんざりだ、ブレイク。見限られたようだな。私を助けろ、お願いだ。目的は果たした。射殺しろ。戦闘ドローンを落とす。
プログラムのロックを解除した。ええ、作業はもう始めてる。時間はかかりそうか。大きなプログラムだからね。まあデウス計画で作ってる公共局とは比べ物にならないけど。すぐ小言を言う。人類を消化させて何が悪いの？人類がそれを望むとは思わないが。なぜそんなことが言えるの？今までもそういうことはあった。世界救済計画には邪魔が入るものだ。どういうつもりだ、コール。あの小僧には上にコネがあったんだぞ。ここにいるのは世界を良くするためですか？昇進のためですか？身勝手なやつと思っていたが、バカなことしやがって。少尉は制御不能でした。精神的に不安定で我々にも危機が。黙っている、ノマド。少尉があの民間人を殺してなきゃ二人ともレブンワースで腐ってるぞ。やつが無能なのは知っていたはずです。みんなやつの仕事ぶりには不満を、特権意識ばかりで。無能だからといって殺す理由にならん。ここへは任務のために来ました、将軍。任務を犠牲にして上院議員の父を持つガキに命を懸けろと。口が過ぎるぞ、ウォーカー。ならどうなさいますか？起訴しますか？何に価値があるのか。ここでは正しい行いです。正しいだと？アメリカ陸軍士官を殺すことが正しいことなのか？正しい行いとは、役立たずの傍聴官を戦場から追い出すことです。貴様！正しい行いとは、特権階級のガキから作戦を守ることであり、中佐は貴様は、そして立ち上がることです。亡き事を並べるだけの弾もない、目的もない偽善者が上官でも。ウォーカー、やめろ。ノバドの言う通りだ、中佐。ゴーストも無敵ではないんだからな。こんな茶番はもううんざりだ。こんなクソどものために何してんだ。俺たちの苦労には全く無関心で、任務すら理解してねえ。それでも正しいことのためにここにいる。いいか、この指揮系統じゃ、選ぶったクソ野郎どもが、お前はこの世のガンだ。ここで正しい行いはできねえ。そろそろ終わったかね。ええ、終わりです。ウォーカーは民間人を犠牲にする上官を批判していたが、今じゃ似たようなもんだ。私はそんなことしない。デウス計画は人類史の終わり、トランスヒューマニズムの始まりとなるものなんでしょ？危険な計画には思える。センティネルが手にしたら大変なことになる。だから私たちで守るのよ。デウス計画は極めて健全よ、約束する。ええ、そうでしょうね。納得いかないって言うなら、あなたも加わりなさい。全部この中に？ DNA 型のフラッシュメモリー、国会図書館の蔵書だって丸ごと入れられる。頑張って。これからも協力しましょう。時間があるときに来てちょうだい。